本当嫌になるわ。演舞を重ねるたびに思い出すのがあの子たちなんて。いざ行かん。慈愛の女神エウメニデスより受けたまわりし、この力。思いが力となるこの鎧にニケの誉れを刻むのだ。はあ、第2幕はここまでね。やっぱりこのシーンは他の場と比べて別種の緊張感があるわね。ええ、唯一の盾のないシーン、激しいシーンが続く中の幕間のようなつなぎ。だけど全体を通してみるといい緩急になってるわ。弱った自軍のために新たな力を求めて諸国を旅するアガートとアメノ、それぞれ起きる事件で別々の選択をするのに、結果同じ終着点に至る。そうして正しく導かれる運命は、まさしく女神エウメニデスの力の賜物でしょう。さすればアタエン、このギリシアを守る宝具を。アメノとアガートがつまずくたびに助言やサポートをしてくれるのよね。こうやって振り返っただけでも重要な存在だってわかるわ。印象的なシーンだからここはしっかり合わせて。ちょっと聞いてんの？失礼いたしました。実は少し西条さんのお耳に入れたいことが。何を改まって。エウメニデスの少女という噂ご存知ですか？どうしよう、大変なことになっちゃった。隠れるとこ、隠れるとこ。静かに。お願いします、西条さん。ウィ？騒がしいわね。どうかした？エウメニデスの少女。何それ？なるほど、面白い話ね。それらしい子を見たら教えるわ。それじゃ、私これから稽古だから。あだ名までつけられるほど目立ちすぎてるからよ。もうとんだお人よしね。問い詰められたらどう説明するつもり？それは
立花さん、人助けが悪いこととは言いませんが。そうよ、もう少しおとなしくして。ちょっとなんで嬉しそうなの？顔に出ちゃってた。二人が心配してくれるのが嬉しくて、つい。はあ、そうじゃなくて私は怒って。そうですとも、心配しているのです。天童マヤ、違うってば。二人とも本当にありがとう。クロちゃんとマヤちゃんがいてくれてよかった。ユメニデスの少女なんてもったいないあだ名をもらっちゃったけど、二人こそ私の。大変、行かなきゃ。ちょっと響き、ごめん。マヤちゃん、クロちゃん、私やっぱり困ってる人を見て見ぬふりなんてできない。そんなの立花響きじゃない。それにこの世界には私を助けてくれる女神エウメニデスが二人もいるから。だからきっと、うん、絶対大丈夫。二人のエウメニデス？それはもしかして私たちのこと？ちょっと待ちなさい！なんで私が天童マヤと一括りにされなきゃいけないの？西条さん、言っている場合ではありません。早くフォローに向かわなければ。わかってるわよ、もう。しかしエウメニデスの立場になるとは、これも舞台の糧となりそうです。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。最近ナナにお好み焼きを作ってもらったの。今までは青のりが気になるから頼んだことはなかったんだけど。別に感傷的になってるわけじゃないから。きっと向こうも元気でやってるに決まってるしね。さ、歌の稽古をしましょう。次に会った時はみんなを私の歌で驚かせてあげるわ。ずっとついてくるのね、クロディーヌ。気づいてたの？言っておくけど、わざと後をつけたわけじゃないから。あんたを見つけて、それで。気にしてないわ。何か事情があるんでしょ？別に何もないけど。さ、それじゃあちょっと私の気分転換に付き合ってくれる？え？いい反響ね。さすが歴史深い音楽学園のレッスンルームだわ。こうやって戦い以外で歌うのは久しぶり。やっぱりいつもは舞台で歌っているのね。まあそんなところよ。気になる？気になるわよ。目の前でそんな風に歌われちゃ。そんな風って？揺るぎない眼差し、心に触れる歌声。初めて聞いた時はつま先まで震えたわ。それをなんとか演技に落とし込めないかって考えて。それで。それできっかけを探してついてきたのね。前に練習を覗かせてもらったけど、あなたは十分魅力的だったわよ。いいえ、あれじゃ足りない。特にアガートの見せ場で満足できてないところがあるの。外天オレステイアの三幕終盤、ギリシアの英雄と歌われる傭兵アガートが雨野と志が同じだと確信した後のシーンよ。争っていた雨野とアガートが手を取り合ったことを伝えるには戦場は広すぎたの。
火花を散らす刃に飛び交う怒号。そんな中、トップである二人が剣を収めたせいで、戦場は一層混乱を極めた。自分たちを裏切るのか、この国を滅ぼす気か。いくつもの惑いの剣は、やがて二人に向けられて。そこでね、私、アガートが声を上げる。静まれ！同じ信念を持って集いし者たちよ。今はその剣を心の内へ収めろ。英雄であるアガートらしい言葉ね。ええ、その力強さに戦場は水を打ったように停止して、雨野との合唱に入るんだけど、たった一言で争いを止めるなんてとんでもないことだわ。その存在感、自分では表現できていたつもりだったんだけど、マリアたちと出会ってあんたに触れて、まだまだだって痛感しちゃった。ねえマリア、例えばだけど、あんたならなんて言う？アガートと同じ立場に立ったとして、マリアならどう言葉をかける？そうね、私ならうろたえるなかしら。うろたえるな。言葉尻は強いけど、ずいぶん寄り添った言葉ね。ええ、アガータにはまず誰よりも説得すべき人がいたから。それってアガータは自分自身の決定をまずは自分に刻みたかったの。英雄と言われて一個体を率いて戦い続け、全ての決定は自分で下さねばならない。その決定を共有するには、全ての迷いを晴らし、自分の決断に責任を持たなきゃ。だから自分にもうろたえるなって言い聞かせたんじゃないかしら。だって思いってそういうものでしょ。まずは自分を説得できないと誰の心も揺さぶれないわ。なんだかずいぶん人間らしいのね。そうね、だからこそ戦い続けるのよ、きっと。さあ歌ってみなさい。アメノのパートは私が受けますわ。あんた、息一つ乱れないとかありえない。あなたこそいい低音を持ってるじゃない。ゾクゾクしちゃった。まあね、少しアガートに近づけた気がするわ。終盤のフレーズが特に良かったでしょ。そうね、クロディーヌの歌声を一番近くで聴ける子は幸せだわ。当然よ、あいつはそんな風に思わないだろうけど。あいつって天道マヤのこと？すぐに彼女のことが出るなんて分かってたけど、あなたたちずいぶん仲いいわね。違う、今のはオレステイアの流れで。やだ、ほんと可愛い子。ちょっとからかうのは。怒られちゃったし、そろそろ警備に戻ろうかしら。それじゃあね。待って。どうしたの？歌と演舞だけじゃない、あんたの背にはもっといろんなものが見える。マリアって本当は何者なの？そうね、あなた風に言うと、セタンスクレってところかしら。この世界での私はあなたたちと一緒、ステージを愛するただの女、アガートと同じ普通の人間よ。スクレ、ただものじゃないってバレバレよ。だけど英雄だからじゃなくて、人間だから戦い続けるか。いいわ、教わらなくても理解してみせる。
アガートとして。私が舞台で見せてやるんだから。